はい、こんにちは、116インズです。ずっと噂自体はあったんですけれども、今日ようやくですね、マリナーズがタイワン・ウォーカーと1年契約を結んだと発表しました。で、ウォーカーはもともとドラフトがマリナーズに、2010年に全体43位で指名されていて、そこからずっとマリナーズにいたんですけれども、2016年のシーズンオフにアリゾナダイヤモンドバックスへトレードされて移籍してしまっていたので、今回の復帰ということで、実に4年ぶりにマリナーズに復帰することとなったんですね。で、ウォーカーが今回帰ってくるということで、私本当に嬉しくて、やっぱり4年前のトレードの時は、マリナーズも、勝つ必要があったタイミングでしたし、やっぱりウォーカーの放出は、やむを得ないことは重々理解はしていたんですけれども、やっぱりウォーカーを手放すのは本当惜しいなと思っていて、で、ちょっとアリゾナでもこう思うようなピッチングができなくて、怪我とかもあったんで思うようなピッチングができなくて、ちょっともどかしい感じもあったんですけれども、今回ですね、また、ちょっとこう思い描いたような形での復帰ではないんですけれども、またマリナーズでウォーカーが投げるということで、いや、本当に嬉しいですね。ですので今回の動画では、ウォーカーの復帰に関して、実際どういう風な役割が期待されるのかですとか、あとはウォーカーの獲得の意図というところもちょっと話していければなと思います。はい。で、最初にですね、ウォーカーのこれまでのキャリアについて簡単にご紹介したいなと思います。動画の冒頭でも言ったんですけれども、ウォーカーは2010年のドラフト全体43位指名でマリナーズに入団しているんですけれども、高卒で、プロ入りしているんですけれども、高校時代はどちらかというと野球よりも、バスケがメインの選手だったんですね。で、ただですね、その野球をやらせてみたところ、ショートとして初めやってたんですけれども、試しにピッチャーをやらせてみたらいきなり90マイルを投げたというところで、投手経験が非常に浅いながらですね、非常に潜在能力の高い選手として、ドラフト時も注目はされていたんですけれども、ただですね、マリナーズが全体43位というところで、かなり高いところで指名はしたんですね。で、当時はですね、さすがに、ウォーカーの投手経験が浅いというところで、全体43位っていうのは、ちょっとオーバーピックなんじゃないのっていう声も、あるにはあったんですけれども、ただプロ入り後のウォーカーというのは、投手として着実に成長を遂げていきまして、で、マリナーズのトッププロスペクトとして、本当にですね、将来を嘱望されるような選手にあっという間に育っていったんですね。で、2013年20歳の時にメジャーデビューを果たしまして、で、以降はですね、主に先発として、2015年以降はもう先発のローテーションに、しっかりと定着しまして、やっぱりちょっとですね、荒い部分が目立ってはいたんですけれども、22歳、23歳ということを考えれば、十分メジャーでもやれていたんですね。将来的にはチームのエースとして本当にチームを背負っていくような存在になると、私も思ってましたし、で、おそらく多くのマリナーズファンの方も思ってはいたと思うんですけれども、ただ2016年、2017年あたりのマリナーズというのは、ようやくですね、プレイオフが狙えるような位置に、チームが位置づけていたということもあって、どうしてもですね、ショートのポジションが足りないと。ショートの、確固たるレギュラーがいないという状況の中で、タイワン・ウォーカーと、あとはケテル・マーテを、トレードのピースに使って、ダイヤモンドバックスからジーン・セグラと、あとは当時、プロスペクトだったミッチ・ハニガーを獲得するトレードを決行したんですね。で、このトレード自体は両チームにとって非常にメリットのあるものになりまして、セグラもハニガーもマリナーズでオールスターになりましたし、またダイヤモンドバックスに移籍したマーテも昨年オールスターに選ばれたので、非常に良いトレードではあったんですけれども、ただウォーカーにとってはあまり良いトレードにはならなくてですね、2017年こそは先発ローテーションで、しっかり活躍はできたんですけれども、2018年の開幕直後に、トミー・ジョン手術を受けることになってしまって、で、そこからですね、また肩の、怪我などもあって、なかなか復帰が遅れてしまって、昨シーズンの、終わり頃にようやく復帰はできたんですけれども、ダイヤモンドバックスとしては、彼を、今後これ以上残す必要はないと判断して、ノンテンダーされるということになってしまったんですね。で、彼がノンテンダーされた時から、おそらくマリナーズっていうのは、彼にとって一番の、候補になるであろうということは言われてはいたんですけれども、なかなか実際の契約っていうところまでは、至らなくて、今日まで来てしまったんですけれども、ようやくですね、ウォーカーのマリナーズ復帰っていうところが正式に決まったということになりました。
で、ウォーカーの契約発表に際してジェリー・ディポと GM がコメントを出したんですけれども、まあ、ちょっと読み上げますと、まあ、台湾をシアトルに呼び戻せて非常に興奮していると。我々が与えられるチャンスと、まあ、彼のスキルっていうのは非常に、まあ、良いマッチだと思っているし、で、まあ、彼が健康であれば、まあ、メジャーリーグで非常にインパクトを与えられる先発になれるというところを信じているというコメントを出していまして、まあ、非常に、まあ、今のマリナーズというチームの状況と、まあ、あとは台湾の状態っていうところが、まあ、非常にマッチしているというところのコメントになりますね。で、今のマリナーズというチームの状態と、まあ、台湾ウォーカーっていうところは、まあ、確かにですね、いいマッチではあるんですね。まあ、台湾はもうすでに7年間メジャーでプレーはしているんですけれども、まあ、ただデビューが早かったということもあって、実はまだ27歳と非常に若いですし、まだまだですね、投手としての伸びしろもあるような選手ではあるんですね。で、うまくいけば、まあ、マリナーズとしても勝負期のローテーションのピッチャーとして台湾を入れるという選択肢もあるのかなと思いますね。またですね、ウォーカーを獲得したことで、まあ、他の先発のプロスペクトたちをじっくり育てる余裕が生まれましたよね。来季のローテにはおそらくジャスタス・シェフィールドか、まあ、ジャスティン・ダンの少なくとも一人は確実にローテーションに入るとは思うんですけれども、まだまだ荒さの目立つ投手たちではありますので、まあ、ウォーカーをですね、保険として用意したっていうのは、まあ、シェフィールドやダンにしても、まあ、もしもメジャーでこうこけてしまった時に、まあ、しっかりとですね、先発ローテーションをその間守れる選手がいるっていうのは、まあ、チームとしても大きいんじゃないのかなと思いますね。で、何より年俸も200万ドルというところで、まあ非常に安いわけですから、まあウォーカーがですね、まあバウンスバックすればマリナーズとしては儲けものですし、まあ仮に、まあダメだったとしても、まあ年俸200万ドルですから、チームとしてもそこまでデメリットのある契約ではないのかなとは思いますね。で、最後に私が台湾に期待することを3つほど挙げたいなと思います。1つ目、そして何より重要なことは本当に健康に1年間過ごしてほしいというところですね。やっぱりウォーカーの才能が伸びきっていない理由の、まあ、一番に挙げられるのが、まあ、なかなか健康に1年間過ごせていないというところだと個人的には思いますので、やっぱりですね、まあ、トミージョン明けということで、まあ、なかなか難しいとは思うんですけれども、まあ、なんとかですね、健康に1年間過ごしてほしいなというところが、まあ、私が最も期待しているところですね。で、二つ目は、まあ、健康に一年間過ごすということと、まあ、関連はしているんですけれども、まあ、なるべく多くのイニングを食ってほしいというところですね。やっぱり先ほども言いましたけれど、まあ、シェフィールドだったり、ダンだったりと、まあ、若い投手が多いマリナーズの中で、まあ、やっぱりですね、なかなかこう、イニングを期待できる選手っていうのは、まあ、現状だとマルコ・ゴンザレスぐらいしかいませんので、まあ、台湾もですね、なんとか少しでも多くのイニングを食ってほしいなというところが、まあ、個人的に期待しているところですね。そして最後は、まあ、これは夢のような話ではあるんですけれども、まあ、マリナーズファンがかつて夢見た台湾をなんとか見せてほしいなというところですね。2010年代初頭のマリナーズファンっていうのは、まあ、台湾と、あとはジェームス・パクストンと、あとはダニー・ハルツェンが、まあ、あの、三本柱として、まあ、マリナーズをプレイオフに導くというところを、まあ、非常に夢見ていたわけなんですけれども、まあ、結局、ウォーカーはそこまで、まあ、成長する前にトレードされてしまいましたし、まあ、パクストンについてはちゃんとエースに育ったんですけれども、まあ、結局彼もマリナーズでプレイオフに行けずにトレードされてしまいましたし、ハルツェンに至ってはメジャーに一度も上がれないまま、まあ、マリナーズを去ってしまったわけですから、まあ、結局ですね、まあ、そのマリナーズファンがかつて夢見たその3本柱っていうのは実現しなかったわけなんですね。ただまあ今回台湾がこういった形でまあマリナーズに復帰したということで、まあ、なんとかですね、この夢の続きを見せてほしいなというところが、まあ、ちょっとだけ私が個人的に期待しているところですね。という感じで、まあ、私の個人的な願望を垂れ流したところで、この動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。